皆さんこんばんは。見えちゃうおじさんことシークエンス早友パパ、の心霊スポット探検ということでですね、今日は雨なんですけども、東京でも、屈指の自殺の名所というか、昭和の時代にもう百何十人の方がから何やらをして、一家心中で飛び降りをしたりとかですね、本当に、まあ現場で有名な団地なんですけれども、今日はですね、まず、こちらの塔が有名な塔なんですけども、今王子御物件紹介ではさらにこの向こう側がちょっと華々しいので、こちら側の、状況を踏まえながら華々しい方向に向かっていきたいと思います。では向かいます。なんでね、変な話ですけど、自ら選んで、命を絶たれてるということで、苦しさですとかそういうものってのはもう払拭されてるんですけどもね、飛び降りるまでの悲しい状況ですとか辛い状況っていうのを、まあ、僕もできるだけ拾わないようにちょっとポップに伝えてますけど、はい、それがマジで怖いもん。こちら見ていただくと分かるんですけど、前回ですね、全部の回が中立ブラザーにしてますけど、全部フェンスで囲まれてます。これまで全部そうです。つまり百数十名の方がいろいろな階から飛び降りて亡くなってるんではないかっていうふうに推測されますね。あまりにも多いですからね。これがね、怖いね。あちらの可動コンとかありますよね。どこ？もうちょっと出っ張ってるところ。うん。あの出っ張ってるところの上から3番目。わかんの？上から3番目から飛び降りた方いますね。なんでわかるの？見えるの？見えます、見えます。この方一番新しいかもしれないな。怖い。どこ？あそこの上から3番目ですけど、鳥肌やばい。上から3番目のところかな。一番上の左から3番目です。3番目の上から3番目、はい、から飛び降りられた方はいらっしゃいますね。どんな映像が見えるの？上に行こう。怖い、怖い。いや、かなり胸が苦しくなるような。僕ね、ここに今日ね来るって聞いた時に実は相当嫌なものを感じたんですよ。自分の口の中から刺繍がしたんですね。嫌なものあるなーっていうのを思ったんですけど、でも今ここに来てみると、まあ、ちょっとここの階、ここのね、ちょうどここですね。この上から3番目、上から3番目、上から光ってるところ3番目、こういうふうに落ちた。じゃあ屋根の上に落ちちゃったの？風鈴が怖いよ、また。そうですね、こっちの階なんですけど、うん、飛び降りではない形で亡くなってる方がいますね。これね、風鈴ね、多分ね、これに止めるためにですよ。あ、そう。それぞれの風車みたいなもんで、うん、いわゆる音で結構鳴らす風鈴が生きてるんだよっていうことを、しっかりとお知らせする意味で吊るしてあるんだと思います、うん、おそらくその覚悟を決めた方にとどまらせる意味合い、うん、今でしたらブルーライト入れますよね。でもブルーライトも怖いけどね、うん、大丈夫、うん、ブルーライトを入れると思うんですけどね。ここはおそらく、室内でガス自殺、睡眠薬自殺、首吊りがあった場所だと思いますよ。それのどれかってこと？いや、僕の感覚ではね、ここが1階だとすると2、3、4、4階、5階ぐらいです、まあだいぶ古いですけど、
もう危ないと思ったらやめようね。電気が消えてるとこあるじゃないですか。うん、ね、電気が消えてるところはおそらくね、何回つけても消えるんですよ。へえ。他のとこ電気ついてるじゃん。ついてる。消えてるとこあるじゃないですか。ポツポツある、消えてるとこ。あれはね、多分ね、何回つけても消えちゃうんだと思いますよ。そういう霊障的な話。そうですね、そういうことだと思います。なので、まあもちろん公団ですから、あの管理はしっかりしてるし、自治会もしっかりしてるんですけどもね、僕も初めて来たんですけど、ここまで全部にフェンス張られてると思ってなかったです。屋上に上がれないようにフェンスが張られてるのかなと思ったんですけど、本当真っ暗、一部だけこれということは、ここにお住まいの方が随分身を投げてるってことですよね。そうだと思う。ちょっと待って、やだマジ怖い、やめて、怖い。今そこに一人いたの。もういない？うん、まだいるけど。わかった、うん、まあまあ見ないようにね。わかった、うん、いるのは何なの？男の人。なんでいるの？さっき飛び降りた人。うわ、そうでしょ。と、映した方がいいかな。うーん、でもね、映さない方がいい。うん、映さない方がいいかも。わかった。いや、怖いな。消さないで。消さない。大丈夫大丈夫。あのね、絶対消さない。僕もね、怖いっていうよりもね、うん、ああ、こんなにガードしてんだと思って、うん、ここまでやらなきゃダメなのか。だから僕ね、最初ね、ここの団地にわざわざ来てね、うん、当時できたのが高層だったんで、うん、旅行人をわざわざここでね、しに来た人が多かったんじゃないかって僕思ってたんですよ、うん、でもこうやって見ると、いやそうじゃないんだって、ここに住まわれてる方が実行してる率が高いんだっていうのが、このフェンスの付け方で。そうじゃなかったら、こんな各界に、あそこから3階でも飛び降りたら死ぬぞっていうところからついてますもんね。確かに。でね、ここから行くね、あっち側、もう一つ向こう側がね、今、なんだろう、自己物件サイト、うん、では有名なスポットになってくると思うんですけどね。そう、あっち側がね。うわ。やばかったらマジ帰ろうね。大丈夫大丈夫、無理しなくていいよ。ここはあるじゃない、この出っ張ってる建物は建物なんだって、うん、ここから、うん、ここは正面、うん、ここから正面上にズドーンと黒いの、黒いの分かります？分かる。そこはもう、皆さんにも分かってます。あとここの真ん中のあそこら辺だって黒いの分かります。これでしょ？うん、わかる。真っ暗、めっちゃ怖い。あれでしょ？ものすごくわかりやすい。めっちゃ黒い。ものすごくわかりやすく出てますよね。真っ暗になって、もうこれつかないんですよね。夜だからお化けっていうよりも、電気がつかない状態になって、本当ならもっともっと電気を光光とさせてね、うん、より明るい雰囲気にしとかないと、おどろおどろしくなっちゃうじゃないですか、うん、有名なところなんで。うん、でも多分ね、いくらやってもダメなんですよ。つかないんだ。はい、と思います。そこの一帯縦にブワって黒かったのはさ、うん、何人かが言ってますね。でもね、スノーマン所特有のそのなんて言ったらいいんだろう、浮かばれてないっていう感覚がないんですよね。自分から命を絶った人って必ずそれを選んでるので浮かばれてるんですよ、うん、ましてや一家心中なさったご家族とかはご家族同時に行ってるので、うん、おそらく同時に、魂がね、うん、同じところに行ってると思うので、うん、念は残ってないんですけど、うん、ただまあ痛ましいことは確かなんですけどね、うん、まあそのとにかく今生きてることって、まあ、生きるエネルギーっていうものを一生懸命伝えてるんだけど、うん、やっぱりさすがに数が多いので、うん、飲みきれないですね。でも、それによって
の方向に持っていかれてしまうようなことがないとは僕はここに限っては言い切れない。もしかしたら、はい、住んでたらほんのちょっとした夫婦喧嘩やほんのちょっとした会社の左遷やほんのちょっとした学校のいじめで今でも死にたいという気持ちにさせてしまうような感じします。